これで両チームのメンバーが揃ったら、このチームの主将は私だ。試合が終わるまで全て私の指示に従ってもらう。いいな。敵の大将はパルメリンド・ローンファルだ。この試合は1218年のフォックスホーローの戦いを模している。褐色のヘイラー率いる南方の蛮族がトゥサンに攻め込むも、勇敢な騎士たちに追い払われたというトゥサンの国防の礎となった出来事だ。それ以来、遍歴の騎士たちが公爵領の国境線を守っている。くじの結果、パルメリンのチームがヘイラー率いる無法者役となる。何か質問は？ない。お前が石弓と同じように剣を震えるなら我々の勝利だ。幸運を祈る。時間だ。おのおの武器を持って闘技場へ移動してくれ。紳士淑女の皆様、騎士たちに盛大な声援を。次の競技ではチームに分かれて剣を交える。敵対する2つのチームが死力を尽くし、どちらかが全員地に倒れるまで戦うのだ。騎士の美徳に反するものは永遠に消えない卑しい恥知らずの烙印を押されることとなる。騎士たちが戦いに備える中、周りを見渡せば満員の観客が固唾を飲んで開戦を待っている。たった一人の勝者だけが昨年度の王者と戦える。敗者はただ戦場を去るのみだ。さあ戦いだ。派手に暴れろ。血と汗と涙をぶちまけたような光景を見せてくれ。もうこの仕事は大変だ。に満ちた戦いがこの世にあったとは。全ての騎士を勝者としてたた頂点に立つ王者はただ一人。こたびの王者は彼だ。その名に栄光あれ。居並ぶ強敵を残らず蹴散らし打ち破った。獅子奮陣の活躍。フォーホーンのラビクスが勝利。彼は数多くの試練に挑み、その全てをやすやすと乗り越えてきた。しかし最後に立ちはだかるのはあの伝説の男、グレゴワールド・ゴルゴン。昨年この場所で王者に輝いた彼が再びその冠を守り戦う。改めてその努力を称えよう。家に帰れば妻か恋人か誰かしらが優しく迎えてくれるだろう。試合開始だ。どうぞ闘技場へ。戦いで致命傷を負った時に愛する者に伝えるべき言葉や渡すべき手紙などがあれば今のうちに。ありがとう。必要な。勇敢なる騎士ラビクスはフォーホーンからの出場。正真正銘彼の地の出身だ。悪名高い巨人が闘技場に姿を現した。昨年度トーナメントの王者グレゴワールド・ゴルゴン。
両戦士に幸運と栄光がありますように。地面を踏みしめながら巨人たちが睨み合う。獰猛に光るその目はまるでウサギに飛びかかる狼だ。紳士淑女の皆様、我らが王者に歓声を。沈黙のグレゴアルド・ゴルドンがその強さを見せつけた。王者万歳万歳。次に出資者からのお知らせを。家宝ぶどう園、強い歯と骨を作る家宝のワインを飲もう。食卓と心に家宝のワイン。あのグレゴワールドゴルゴンが負けるとは。ラミックス万歳万歳。この壮大なトーナメントの見届け役として誇りを持ってあなたを総合優勝者と認めます。彼は心を捧げた女性の名において誓いを立てました。そのことが彼に力を与え、この素晴らしい勝利をもたらしたのでしょう。彼は自身の素晴らしい勇気と強さ、冷静さを証明しました。誇りを持って気高く戦い、それにふさわしい今年の闘技場の王者という栄冠を手にしたのです。話がしたい。後で私のテントに来て。まだ仕事が残っているわ。あなたもでしょう。観客はあなたに熱狂してる。手で振って。ビビアン、決心はついたのか。ええ、湖で話した通り、私は誰も危険にさらしたくない。だから卵を使う儀式を選ぶわ。ムクドリモドキの卵でいいなら用意できる。あの草地に巣があるの。儀式のことを詳しく教えてくれる？具体的に何をするの？もちろん。だが改めて先にもう一つの方法を試してみるべきだと言っておきたい。はっきり言ったはずよ。考えられないと。最後まで聞け。後に話した方のやり方は当てにならないんだ。聞くかどうかは運次第とも言える。聞かせてみせる、愛しのビビアン。私があなたを救う。なぜここに？あなたには関係のない話ですよ。彼は敵じゃない。君の予想通り俺を雇ったのは彼だ。ただし君を助けたい一心でのことだ。どうか怒らないで。もう一人で悩まなくていい。全て分かってる。彼に話したの？呪いで苦しんでいるんだろう。それも日増しに悪化しているとか。気持ちは分かる。叔母のロンファル伯爵夫人もかつて内側から体を蝕む謎の奇病に苦しんだことがあるんだ。日が経つにつれて弱り、瞳から光が消えていった。最も辛いのは痛みではなく、自分の体が自分のものではなくなる感覚だと言っていた。ひどい絶望の中にいたんだ。同じ気持ちをあなたに味わわせたくない。ウィッチャーは呪いを解く方法を知っているし、あとは私に任せてほしい。君の苦しみを私にくれ。なぜ？愛しているからだ。私はあの闘技場で死んでいたかもしれない身だ。あなたのためにどうしてもシェルマールを倒したかった。
あの時はバカみたいに命を危険にさらしていた。でも今度は本当にあなたのためだ。この恐ろしい呪いを誰かに押し付けるなんてできない。あなたも見たでしょ、ウィッチャーさん。あなたはいろいろなことを経験してきた。だから答えて、この考えをどう思うの？俺の考えではやる価値はある。もともとは胎児にかけられた呪いだ。そのまま大人に移して同じ強さになるとは思えない。これが専門家の意見だ。3人でやってみよう、ビビアン。いいわ、死ぬ覚悟はできてる。死ぬ気ならどんな常識外れのことも怖くないわ。一緒に森に行きましょう。それでいい？話は決まった。これ以上待っても意味がない。行こう。あなたが話してたおばさん、その後どうなった？天に召された。獣ごときが死ね。ヴィラン城の名にかけて。さあ、これが本当の私。この姿を見て気が変わったなら、お願いだから今のうちに立ち去って。私の決心は固く、意志は揺るがない。あなたが耐えてきたなら私も耐えよう。その姿でも私にとっては美しい。本当に。よく言うわ。二人とも目を閉じろ。そのまま動くな。業務。なんだ、愛しい人。もしあなたが今の私の姿になっても、私はずっとそばにいる。水面に映る自分の姿を思い描け。それに集中するんだ。いいぞ、目を開けろ。まさか、うまくいったのか。気分はどうだ？何か変化を感じるか、業務。まるで波状水で吹き飛ばされたような衝撃だった。だが今は変わった感じはない。少し肌が痒いぐらいだ。本当に成功したのか？ああ、確実に何かが起きた。この場所には強い魔力がある。この池には何か秘密があるのかもな。ビビアンを見ろ。これからどうする？二
人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。だろ。ただし、まだ気を抜かないようにな。おかしな症状が出たら相談に来い。ありがとう、ゲラルト。そうだ、報酬だ。やっと自由なのね。舞踏会とか旅行とかいろんなことをしなくっちゃ。ついに自由だね、鳥のように。面白い人ね。前は気づかなかったけど。しかし私を置いて飛び立ちはしないだろう。それはまだわからないけど。でも私もあなたに感謝しないとね、ウィッチャー。気にするな、二人とも達者でな。